ヒエダ丸はかつて日本郵船が保有していた下脚船である。ヒカワ丸級の2番船として建造された。船名はヒエダ神社による。戦前はシアトル航路に就航し、戦争中は海軍の特設潜水母艦となったが、米潜水艦の来撃により沈没した。日本郵船は北米シアトル航路を強化するため、1万千トン級下脚船3隻の 建造を決定し、浅間丸型、秩父丸を建造中の横浜選挙は2席の建造を受注した。これが、氷川丸と日枝丸である。船橋には、東京千代田区、日枝神社を祀る。氷川丸、日枝丸、秩父丸は、並んで同時に建造をされた。また氷川丸93席は、頭文字、H を持つ神社名に由来している。 1930年7月、横浜選挙で春工。シアトル航路に就航した。同航路は、グレート、ノーザン鉄道と日本郵船の提携により1896年、開設された航路で、当時人口6000人だったシアトルは、ノーザングレート鉄道を、父、ナイクを、母として目覚ましい発展を遂げ60万都市になった。就航後、上り港ではキート、日本茶、 綿製品、玩具などを運び、復興は、くず鉄、銅、亜鉛、ニッケル、牛皮、航空機用特殊木材などを運搬した。1938年、シナ事変の影響で、アメリカやカナダの対日感情は悪化していた。同年1月20日シアトル港内に停泊していた、ヒエダ丸に爆破未遂事件が発生した。港内の桟橋で他人の服を抱えた。 挙動不審な男を警察が職務質問したところ、冷えた丸に爆弾を仕掛けるために海に入った主犯の男を待っている胸の供述をした。付近の海面を捜索した結果、主犯の男の水死体とダイナマイト300本と次元装置を設置したイカダが見つかった。次元装置はなぜか予定時刻の30分前で止まっていた。低温の海で投資していた主犯格の男は、 カナダ・ベクトリア在住の29歳大学講師であることが判明した。共犯の男は詳しい事情を知らず、共産主義者や中国機関による関与も疑われたが、結局背後関係は不明でその後も不安を抱えながら、シアトル航路は維持された。1941年7月、米、英、格国が対日資産凍結に踏み切ったため、 シアトル航路は閉鎖された。本船は9月から11月まで営員。東アフリカの在留法人引き上げのための特別航海に着いた。11月海軍に徴用され、海戦直前の12月7日、マーシャル諸島のクエゼリン島に軍需物資を輸送した。1942年2月15日特設潜水母艦に定められ、横須賀陳府所管となる。 4月に特設潜水母艦への改装が終了し、第6艦隊第8潜水船隊の母艦となった。1943年7月には、インド洋上で、ドイツに向かうイハチ潜水艦に補給を行った。1943年10月1日特設潜水母艦の定めを解かれ、特設運送船となる。横須賀陳守府所艦。11月、日枝丸は、 マニラからラバウルに陸軍部隊を輸送した後、トラック島に向かっていた。11月17日昼前、アメリカ海軍の潜水艦ドラムに発見され、ラバウル北西300海里北伊01度48分、時計148度24分、北伊1.800度時計148.400度、 1.800148.400で14時40分に4本の魚雷を発射、うち1本が命中した。ヒエダ丸は約4時間後に沈没したが、乗員、便乗者は全員救助されてトラック島に上陸した。助かった乗員は大鷹型航空母艦3番艦、沖鷹に便乗して内地に向かったが、12月4日、沖鷹も米潜水艦の雷撃により沈没した。 比エダマルの乗組員21名中20名が戦死した。1944年1月5日、除籍、開用。昭和12年11月との資料もあるが、ここでは外務省の資料に従う。ありがとうございます。